FC スパルタクモスクワはロシアモスクワを本拠地とするサッカークラブチーム。ロシアで最も過激なサポーターを有することで知られる。なお、同国には同盟のアイスホッケーチームも存在する。2019年のスパルタクモスクワ1922年創立。スパルタクの名称は古代ローマ時代の奴隷反乱の指導者、スパルタクスによる。ソ連時代から強豪チームで それぞれリーグ優勝12回、カップ優勝10回を果たす。1991年には来日したスパルタクモスクワと日本代表が対戦したが0対0の引き分けに終わった。ソ連が解体し、ロシアリーグに移行して以降もその強さは変わらず、1992年のリーグ新設から10年間で9回の優勝を誇った。オレグ・ロマンツェフ監督の下では、 圧倒的な強さを誇るチームであった。エンブレムの上の星はリーグ優勝5回を意味する。2002年以降はほとんどタイトルから遠ざかっている。チスカ・モスクワや FC ・ロコモティフ・モスクワと並ぶ、同国を代表するチームである。レオニード・フェルン会長は、石油企業、ルクオイルの副社長を務めるなど、ロシア有数の大富豪である。 スパルタクモスクワの最大のライバルは PFC チェスカモスクワである。他に FC ゼニトサンクトペテルブルク、同じモスクワと、本拠地とする FC ローコモティフモスクワ、FC ディナモモスクワとライバル関係がある。2012年9月、マーケティングリサーチ会社の AC ニールセンが、ロシア国内の38都市で、延べ19000人から、どこのファンか通ったところ、 全体の2位である16%がスパルタクのファンだと答えた。ナシマクシメンコ98マスロフ39ギ後に、ジキア14ラスカゾフ92バカエフ10クラール、33ゾブニン47アイルトンドクラーション、23ポンセ19中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。